連絡先、データなどをマイクロ SD カードにバックアップする方法についてご説明します。本操作から連絡先、写真などをマイクロ SD カードにバックアップすることができます。ホーム画面からアプリ一覧、ツールの順にタップします。バックアップと復元をタップします。バックアップタブが選択されていることを確認し、バックアップしたい対象データを選択します。今すぐバックアップ。OK の順にタップします。任意のバックアップパスワードを入力します。このパスワードは復元する際に必要になります。OK をタップします。これで連絡先、データのバックアップは完了です。E メールのバックアップをマイクロ SD カードにする場合、ホーム画面から E メールをタップします。画面右下のメニューボタン、E メール設定の順にタップします。バックアップ復元、バックアップの順にタップします。メッセージ内容を確認し、OK をタップします。バックアップするメール種別にチェックを入れて、OK をタップします。これで E メールのバックアップは完了です。